こんにちは、ヒカリです。今回はね、普段あんま行かないちょっと遠いリサイクルショップに行ってきました。じゃじゃん。これがね、今回の購入品なので、真っ黒の袋なんですよ。購入品紹介したいと思います。ちょっと一風変わったね、今日はね、購入品ですね。なんか、普段とはちょっと系統が違うっていうか。はい。まずこちらですね。ババン。なんか、ジャニーズの、まあ、関ジャニのセットなんかは、まだちょっと中は確認してないんだけど、生写真。しかも、多分公式かなとか、まあ、非公式も入ってるかもしれないけど、まあ、大量セットで100円というね、はい、とやつですね。はい。まあ、こんな感じで、ジャニーズグッズとか、公式のっぽいのも入る、多分ね、非公式のも入ってる可能性はあるんだけど、まあ、大量に入って100円ということで、これはね、激安じゃないかなと思いますね。はい。まあ、表紙はね、両方関ジャニなんだけど、うん。まあ、関ジャニはね、まあ、何っけ、渋谷すばるくんが、大体聞くとね、まあ、いろいろあるけど、他にもね、生写真いっぱいありましたね。はい。次はまあ、あの、こっちかな。うん。これもね、普段だったら買わないんだけど、ちょっとね、まあ、買いました。じゃじゃん。桃色、クローバー Z の、佐々木彩香さんの、なんだろうね、これ。未来ボールがやってきたバージョンの、ドレスストラップ。まあ、ドレスストラップらしいです。はい。なんかね、聞いた、友達から聞いたんだけど、友達がね、これね、これいいやつだよとか言ってたから、もうなんか定価1000円ぐらいするのかな、わかんないけど、なんからしいんだよ。で、なんか、まあ、それにちょっと釣られて買っちゃいましたね、100円ということで、はい。まあ、新品っぽいし、いいかなと思いました。まあ、ももクロもね、まあ、そうですね。まあ、昔好きだったんだけど、今はなんかメジャーすぎてね、なんかあんまり見てないですね。次は、こちらですね。ババン、これはまあ、よく買うやつなんだけど、ポケットモンスター大百科赤緑青というね、懐かしの本なんですけど、まあ普通にね、100円とかで売ってたら買うレベルなんですけど、なんと10円っていうことでね、お見事だ。中身はね、まあオールカラーで、まあ、ポケモン図鑑と、あとはちょっとしたマップとかもあって、これ状態もいいし、これ結構良かったんじゃないかな。またね、赤、青、緑とかね、なんかゲーム実況の環境とかね、任天堂とのなんか契約とかがうまくいったら、ポケモンもやっていきたいんで、うん、その時に大活躍してくれたら嬉しいですね。はい。次はね、これはマジ良かった。じゃじゃん。ゴジラ対モスラ。結構古い映画ですかね。古くもない。いつだこれ。このいつのゴジラ対モスラだこれ。まあゴジラ対モスラの映画のパンフレットですね。パンフレットじゃないや。あのなんだっけ、あのさ、よくさ売ってんじゃん。500円で売ってんじゃん。どの映画も大概さ、映画館のさ売店で売ってる、500円で売ってる、なんか、なんつうんだっけ、パンフレットって言うんだっけ、忘れちゃったけど、あの、冊子っていうか本ですね。はい。これね、10円だったんですよ。中はこんな、あ、なんか入ってる。あ、ローラースタンプちゃんと押してくれてる前の人が。いつだ、これは結構古い、あ、古い、俺世代よりも1個古いやつだな。はい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 。俺いつのだ、結構古くねえか。うん、俺だってこの2人組、俺長澤まさみ世代だもん。はいはい。一番ね、この中で嬉しいのはこのグッズ紹介。これは嬉しいぞ、この本。これはいいぞ。これは後で集めて、持ってんの結構あるな。あ、メガロ1200円で売ってたんだ当時。見てこれ、メガロ1200円です。あんまね、本の中身、まあ古いから大丈夫と思うんだけど、あんまね、中身はまあ、俺のポリシー的にもあんま見せないようにします。皆さんもね、これは買った方がいい。特にね、最後のグッズコーナーが好きなんで僕。だからこういう映画のパンフレットはね、いい気に入ったのがあると、100円以下で売ってたら大体買ってますね。ブックオフとかで。うん。次はこちらですね。平成たぬき合戦ポンポコ。これも10円っていうことでね、買いましたね。10円はまあいいんじゃないかな。うん。これも超面白かった、このグッズ。ああ、これも後で見よう。楽しみ。プラス。ラストですね。ラストはこちらですね。ババン。はい。ハンツの DVD ですね。ハンツ知ってます？ちょっと、ってか俺がちっちゃい頃かなにやってた。ディズニーとまだ合併してないのかな？ピクサーのなんかやつですよね。ピクサーのドリームワークス、ピクサーの映画なんですけど、なんか面白かったイメージあったり、あと、あのマックの、なんだっけ、ハッピーセットのおまけでアンツもあったなとか思って、
まあ久しぶりに懐かしいから見ようかなと思ったら、まあ100円だったんでね、すごい良かったと思います。声とか誰か知ってる人いるかな。うん、ちょっとよくわからないですけど、まあ面白いよね。アリだってヒーローになれる、いいですね。まあね、なんだっけ、最近アントマンっていうのがありますけどね、まあそれとは違いますけど、100円っていうことで、ああ楽しいですね。はい、そういった感じで、まあちょっとね、あ、これ書いてあるか、お宝鑑定館っていうね、あの多分全国的にあるのかな、なんか元気のおじいも確かこんな感じの名前のリサイクルショップ行ってるって言ってたんで、全国のあるのかな、お宝鑑定団ではなくて鑑定館ですね。はい、っていうね、とこがあって、結構遠いんだけどね、行ってきました。偶然ね、用事があったんで行けたんだけど、ここね結構ね、なんかレアなものとか激安なとこが、激安なものとかあってね、いいですよ。いやーよかったな。いや、つかね、このこれのグッズコーナー、ここはいいよ、これ。わー、これ欲しいな。これバイオビオラン、ビオランテ、これ今も売ってるんだけど、今よりも多分ね定価も高いし出来もいいんだと思います。3500円だ、当時で3500円だからね。このメガロが1200円なんだよ。どこだ、メガロ、俺がめっちゃ欲しいやつ、これが1200円なんだよ。このラドンは正直持ってた気がする、あ、持ってないかもしれないけど、あ、持ってるな。このザイガン持ってます、アンギラス持ってる、メガゴジラ持ってる、キングギドラ持ってる、メガキングギドラ持ってる、このゴジラも持ってた気がするな。なぜ持ってるかっていうとね、あ、バルゴン持ってない、ミニラはね、もこれは持ってないかもな、俺のファイナルゴーズのやつだからな。なぜ持ってるかっていうと、これね、多分ね、俺がちっちゃい頃にね、親にリサイクルショップに連れてもらってたんですよ。結構、おもちゃのリサイクルショップ、ホビーオフみたいなところに。うん。その時に多分ね、ちょうどね、この世代のゴジラのソフビがめっちゃ安かったんだと思う。だからね、結構持ってて。ただね、あのね、ここにはね、なぜかラインナップとしてないんだけど、あったあった。モスラの幼虫はね、昔からレアでしたね。え、なにこれ？ディスプレイ台座付きなんだ。へぇ。知らなかった。待って、このディスプレイ台座って。へぇ、バトラ、成虫。高いんだ、やっぱ。だからね、この高いやつはね、あんまりね、ないんですよ。お店にないですよね、このモスラ、バトラは。ゴジラはあるけど、モスラの幼虫は昔からずっとレアだったんで、モスラの幼虫は買った方がいいですよ。バトラ、あ、これはね、俺がよく行くね、トイプラネットにもね、たまに出るな。うん。バトラ、幼虫ね。うん。いや、このビオランテはあんま見ないね。あってもショーケースとかにある感じがする。ゴジラと大学が勢ぞろい。え、これ何？あ、これちょっとちっちゃい装備だ。でもこれも可愛いね。これはたまに見かけるな。このゴジラ持ってる気がする。やべえ。安いぜ。このメガも1200円だぜ。欲しい。このね、ガイガンとメガゴジラはね、オフハウスでね、セットで売ってましたね。はい。やべえ。このミニだとか600円だぜ。バラゴンも出来良さそうだな。ちょっと待って、これめっちゃ楽しいじゃん、この本。このページだけが楽しい。他はね、まあ映画の関係なんで、別にそこまで。うん。知らないな。いや、でも、あ、撮影の裏側とか載ってたり。これ映画を見ながら、またあれしようかな。DVD ね、持ってない気がするんだよな。VHS 持ってたっけな、これ。これ、いつのゴジラ対モスラ、何年のって書いてないんだよな。これ書いてあるかな、書いてない。何年って書いてある、どこに書いてある。93年ぐらいか。スーパーファミコン超ゴジラ。え、どういうこと、スーパーファミコン超ゴジラだって。こんなんあるんだ、スーパーファミコンに超ゴジラなんてあったんだ。ごめんね、そうそう、いろいろ買ったんだけど、アイドルグッズとか買ったのに、今回これにめっちゃ食いついてしまった。ちょっと、うん、いいね、このグッズコーナーっていうのはすごい楽しいな、やっぱ。これとかさ、このグッズコーナー、このグッズコーナーだけちょっと見せるわ。平成たぬき合戦ポンポコン。あー、このぬいぐるみとかも欲しくなっちゃうよな。このおふくろバーとかさ、これとか超かわいいよね。ぬいぐるみだよ、これ。かわいいぜ。あ、懐かしい。こういうメダルって必ず売ってましたよね。あの、なんだっけ、映画館の売店に。今も売ってるから、ドラえもんとかあるかな。たまにリサイクルショップとかで見かけるから買うんだけど、うん。最近あんま買ってないな。昔ね、あのね、映画見に行くたんびに、これなんて読んだっけ、パンフレットでいいんだっけ、
ここ、親とね、ちっちゃい時に映画館に連れてってもらって、なんだろう、ゴジラとか見に行ってた時は、必ずこのパンフレットを映画前に買ってもらって、そんで映画終わったら、メダルを買ってもらってましたね。うん。毎回必ず。プラス、ちょっとグッズ。特にドラえもんとか俺好きだったから、映画見に行ったらグッズとかも買ってもらってたんだけど、ちなみにね、昔ね、いつだっけな、ゴジラ対、なんだっけな。なんかね、わかんないけど、ラドンのね、この後ろに、その映画で、このパンフレットを買った人が、これでしか注文できないラドンがあったんですよ。俺、それをね、初めてね、通販で買ってもらいました、親に。そう、今でも大切に持ってますよ。あとでしょ、今度紹介するわ。やべえな、これ。つうかさ、これ、ソフビだよね。これ、ソフビだよね。このバトラーさ、やべえ、唾飛んじゃった。このバトラーさ、めっちゃいいよね。これこのモスラの幼虫多分持ってる俺。この前ハードオフで買ったやつ多分これだわ。これ持ってるわ。あ、やべえ、俺結構こんなから持ってんな。なのにこれは持ってないし、これはねビッグスケール、これは、ね、多分、ね、6000円もするからあんま出回ってないからあんまないよね。昔ね結構でかいソフビね、結構俺家の近所のリサイクルショップ扱ってたんだけど、最近はねあんま見ないね。このバトラーあんま見ないね。結構値段高くね、これ。モスラとバトラー。これ見ない。多分このモスラもあんま見ないんだ。これも、バトラーって最近見ないな。昔は結構見たんだけどね、ちっちゃい頃は。やっぱこれがまだあって、お店にいっぱい出回ってた時期だと思うから。バトラー幼虫はね、見るんだよね。デストロイヤーとかさ。あと、このガイガンもね、たまに見るね。てか俺持ってるし。あとね、このキングギドラとメガキングギドラね、特にメガキングギドラの方、あ、どっちかな、まあ、特にメガキングギドラかな。俺がちっちゃい頃ね、もう今から何年前、10年以上、もう15年ぐらい前かな、もっと前かな。うん。ホビーオフとかで、ブックオフのがおもちゃ扱ってる店舗があったんだけど、これめちゃめちゃあったからね。俺も3体ぐらい買ってもらって、でも今もあると思うんだけど、2、3体。うん。これね、めっちゃね、500円ぐらいで多分大量に売ってたよ、これ。なんか、すげえ売れ残ってんなって印象があった。あと、このキングギドラもよかったし、アンギラスもね、結構あったな。ここはそんななかったけど、ラドンは覚えてない。メガロはね、あんまなかった気がする。やっぱ当時から。やっぱこの中だとあんま売れてないんじゃないかな。メガロはあんまなかった気がする。うん。あっても俺が興味示さなかったなと思う、ちっちゃい頃は。ミニラもね、あったんだと思うんだけど、俺が興味示さなかったのかもしれないな。ゴジラジュニアとかさ、ゴジラザウルスとかは好きだったんだけど、ミニラはそんなね、興味なかったね。バラゴンね。バラゴンはね、もっと俺がね、ちっちゃい時に見た映画のバラゴンがあったの。ゴジラ対モスラ対キングギドラっていう映画があって。それね、ゴジラ対モスラ対キングギドラなのに、バラゴンも出ますからね。バラゴンタイトルに名前入れてもらってないんだけど、そのバラゴンは持ってるんだけどね。結構ね、俺が持ってるね、装備ね。ゴジラシリーズの。やっぱ今ね、中古屋探すとあんまないんだよね。俺ね、まあ、これはあれなんだけど、ファイナルウォーズかな。ファイナルウォーズとかゴジラモスラキングギドラとか、あとねゴジラ対メガゴジラシリーズとかね、あとなんだっけな、もしかしたら2000年代ぐらいのねゴジラシリーズの、そういう意味ね、ほぼ全部ね俺ね当時ねトイザラスかなんかで定価で親に全部買ってもらってました。ぶっちゃけ全部買ってもらってました。一般販売はね、特別販売みたいなとか、あとなんか映画館限定とかはね逃してるのもあるけど、いくつか限定のも買ってもらってたんだけど、一般販売されてるのは全部持ってます。なぜかっていうと、親に怒られた記憶があります。いつも。そう。毎回毎回とか。特にね、ファイナルウォーズかなんかでね、装備だけで、一回行っただけで、なんか1万か2万かね、行っちゃったんだよ。で、一応親は買ってくれたんだけど、後でお前買いすぎだぞみたいに言われたのは覚えてる。ぐらい装備めっちゃ買ってもらってて。やっぱね、一番装備が、ゴジラシリーズの装備がかっこいいんだよ。ちっちゃい頃の俺からしたら、ウルトラマンの怪獣はちょっとまろやかじゃん。ゴジラシリーズってかっこいいんだよ。グロくない、かっこいい。ガメラシリーズはちょっとグロいんだけど、ゴジラシリーズはグロくなくてかっこいいんだよ。本当に出来がすっげえ。ちょっと、まあ、早く動画で紹介しとは。ね、あんだよ。倉庫にケースであんだけど、ね、ちっちゃい頃にそれ詰めたの。ケースに。だから、すげえね、装備が歪んじゃってんだよ。ケースにぎゅうぎゅうに詰めたの、俺バカだからちっちゃい時、本当にやっちまったなと思うんだけど。だからもう取り出すのが怖いね。片
歌をね、多分もう戻んないよね、あれ。多分まあ戻る、まあ、すげえ時間かければ戻るんだろうけど。そうそうそう。まあとりあえず、こんな感じで。まあこんな感じでリサイクルショップね、あのなんか、お宝鑑定、なん、鑑定館がここは。鑑定館とか、あと、万代書店とか、そんな感じの系列のお店なんだけど、そういうところね、結構高いっちゃ高いんだけど、品揃えいいし、あとね、結構たまにね、激安なのあるから、こういうの。ブックオフだったらこれ多分安くて100円じゃん。てか10円とかいう値付けないから、ブックオフほとんど。たまにしか。たまにもないんだよね、あんまブックオフって110円は。とか DVD コーナーも結構高いの多いんだけど、品揃えもまあまあいいし、うん、こういう100円のもあるし。ね、ハードオフジャンクと一緒だもんね。とかこういうアイドルグッズも結構安かったので、こういうねリサイクルショップ、ヒューはもうリサイクルショップって名前がついてたらもう入りづらけど、入りづらいちっちゃい店舗とかもあるじゃん、なんかすぐ店員と目が合うみたいなところもあるけども、気にしないでどんどん入ってってもうどんどん見て、お店側もその方がありがたいしね、だどんどんいろんなリサイクルショップ回ると本当掘り出し物ってどこにでもあると思うから行ってほしいっすね。いや本当、あとね皆さんもね、こんなリサイクルショップおすすめでとかこんなものがありましたよとか、どんどんね、情報いただけるとありたいです。そんな感じでリサイクルショップ動画とかやってますんで、よかったらグッドボタン。まあ、グッドボタンね、まあ、押しても押さなくてもいいんだけど、押して、うん。動画の拡散とかしていただいて、んで、チャンネル登録、チャンネルの宣伝とかね、まあ、趣味が合う人なんかはね、絡んでいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。長くなってすいません。じゃあまた。Please subscribe.